こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。この話聞いたとき、やっぱりね、って感じだったんですけれども、当社にもう長年、お見えになってる、お客様がいらっしゃるんですが、そのお嬢さんが、葬儀屋さんにお勤めなんですね。で、1月ぐらいから、なんかおかしなことが起きてるんだよね、とかっていうことを、ポロッポロって何回か口にしたという話を伺いまして、とかって話で、その方と話したんですけど、ちょっと読みますね。おじいさんが亡くなってお葬式が終わったと思ったら、その喪主を務めた息子さんがお葬式の3日後に亡くなって葬儀の申し込みが来たんだよ。なんかこのところ同じ家庭内で亡くなる人が多いんだよね。この方は本当まあ本当に日本人って性善説でね、基本性善説ですから、今回のことを全然打ってないんですけど、茶番は気づいてません。で、危険性にも、これの、危険性にも気づいていない方なんですね。で、その方がこういうことをおっしゃったと。で、続いて、この方は去年まで、去年っていうのはえっと2020ん去年が2020だから2021年までか、2021年の暮れに忙しくなってるので、まあとにかく勤めて3年目で、2年目まではそんな忙しくなかったんですって。で、あまりにも忙しいので、去年の暮れから上司に「本当はこんなに忙しかったんですね」って聞いたら、上司が前例がないっていうふうに答えたそうです。で、あと電話応対で、葬儀の依頼を受けたら7日以上待っていただくことになるので、ドライアイス通常よりたくさん使いますねってことを付け加えるように指示されているそうです。まあだから亡くなってもすぐもう葬式ができない状態だということですよね。で、いやもうここで言いたいのは、私は炎症反応の重症化するメカニズムっていう、まあことですよね。炎症反応が、このサラダ油とか植物油脂とかトランス脂肪酸を、無頓着だと、もうたくさん取ってると、炎症が起きやすいと。その上で、炎症が重症化しやすいと。例えば、家で考えると、我が家のまあマッチの火がそのまま床に落ちたとします。で、我が家だったら、まあ私はもうこういうの食べませんから、加工食品も食べませんので、こういうのがないからマッチが燃えちゃったで済む。ただこういうものが多い方っていうのは、ある意味家の中にそれこそ油がまかれているような状況なので、マッチの火が落ちたらその油に燃え移って一気に、家が焼けてしまうみたいなことが起きるんですよ。で、ちょうどまあこれは頭痛のメカニズムなんですけれども、こちらに説明してありますが、痛みが起きるメカニズムとして紹介してるんですけれど、まあこの痛みが起きる、痛みが生じるメカニズムね、痛みが生じるメカニズムは炎症が起きるメカニズムでもあるんです。で、その原因がこのアラキドン酸というものにあって、最終的にそれが痛みとして発生するメカニズムをここでご紹介していますけれども、とにかくこの類が多いと、炎症が簡単に起きますし、その炎症反応が本当に、まあサイトカインストームと言いますけれども、本当に燃え広がってしまいますので、ご家族、まあおそらくこれを聞いてくださっている方の多くは女性の方で、家庭の食事を、担当されているんだと思いますので、まあ本当、まあ、もしお子さんとか
な、そうならば、もう小遣い取り上げてでも、買い食いができないようにさせたいですよね。本当憤りしかないんですけど、とにかくですね、もう一回、これ読みますね。これ、大引き、ごめんなさい、もう、ここに書いてあることなんですけど、これからは、にっちもさっちもいかぬよとなるから、人民狂うなれど、この道、縁ある者たちしっかりふんどししめて、縁ある者たちを導かねばならんぞ。まずは食うものなくなるゆえ、今のうちから対応してまいりなされ、水もなくなるゆえ、大切にしなされ、奪い合いが多くなるゆえ、皆で取り決めて分配する仕組み考えなされ、金いらぬようになるから、今のうちに畑買うて、皆で耕しなされ、いよいよ国も国として手つけられなくなるから、その時は新しい世界皆で作る気持ちで今のうちから準備なされ、金いらぬ世の始まりじゃ。とにかく植物油脂とかサラダ油が入っていない、ものを、備蓄していただいて、ね、で、それをもう、なんていうんですか、食べていけばいいわけですよ。どうせ来月になったら、物の値段、どん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 上がるっていう、もう予告あるじゃないですか。だからこういうのを多めに買って、で、ちょっと物がなくなり始めてなって言ったら、もうこれ食べていけばいいわけですからね。で、今月買っとくことによって、来月値段が上がっちゃうわけですから、上がり始めてるのももう出てますけれども、上がってからの値段で買うよりも、前もって買っとけばいいわけじゃないですか。で、それを食べ始めると。で、何度も言いますけれども、味噌とかも醤油とかもなくなっちゃう可能性があるので、そういうものはもう手作りして、本当今から寝かしとけばね、なんていうんですか、出来上がっ、あの、えー、もし味噌とか醤油が手に入らなくても、できてるわけですから、だからその意味でも本当、ね、手作り味噌、手作り醤油、こういうことをやっていただいて、あとは本当、もうつくづく、なんていうんですか、コロナ後のことを考える時期が来てると思ってますので、4月2日、残念ながら座談会の会場をちょっと抑えることできなかったので、4月2日に小田原で飲み会やります。で、4月9日は静岡の藤枝市で、座談会と1時からね、5時15分か5時半から飲み会をやります。多分小田原は2次会も行けます。静岡も2次会行く予定です。前回まん延防止法で行けなかったんですけどね。本当、ここに書いてある通り、共に手をね、取り合って、皆でたまたた耕しなされ、皆で新しい世界皆で作る気持ちで今のうちから準備なされ、本当、この言葉通りだと思ってますので、ちょっと話があちこち飛んじゃいましたけど、ご家族ご親族で、そういう人だらけだと思いますから、是非この少なくともこのサラダ油、植物油脂、トランス脂肪酸を取らない、ここは心がけるようにしてください。憤りしかありません、本当に。今日の話は以上です。ありがとうございました。